どうも、ゆきねです。ということで、今回なんですけれども、ラグジュアリーディズイズジャパンツアーのグッズ開封してみたということでやっていきたいんですけど、全種類買ったんで、ちょっとお付き合いください。ということで、今年2023年1月、名古屋公演を皮切りに、福岡、大阪、埼玉、東京、札幌、全6大ドーム、完走しきったワンオクロック。やっぱりライブともなると、グッズ、どれを購入するか、まあ、これは人それぞれだと思います。僕は、全部全種類購入させていただきました。どんな感じで購入できたのかっていうのと、あとはライブレポートの感想、あとは出来事なんかも、ちょこっと話していけたらなと思います。ということで、ラグジュアリーディズイズジャパンツアー2023のグッズはですね、全20種類あります。全種類1点ずつ購入したので61,200円となりました。これじゃあ全部開けていきますか。いっぱいあんのよ。ここにあったのか。ということで、 T シャツ B こちらになります。ずっと袋に入れてたってことは、これもあります。ここにシャカシャカがあんない。ということで、これが T シャツ B ですね。懐かしい、やばい。デザインは表がワンポイントワンオクロックって書いてあって、裏面がアルバムのジャケットっぽい絵柄ですね。会場と日付も書いてありますね。これが T シャツ A。 あ、これ T シャツ A じゃん。続いて T シャツ B。 表がワンオクロック、裏がメンバーの顔が添えられて、真ん中にワンオクロックって書いてあって、下にラグジュアリーディズイズと書いてあって、下は会場日時。ちなみに T シャツは全部 L を購入しました。白 T 普段買わないんで、なんか新鮮ですね。これ何これ、あった。これが T シャツ A のブラックです。表がワンポイント、裏面は海外版のアルバムのジャケットに似てますね。であとは一緒ですね。ラグジュアリーディズイズと会場と日付が書いてあります。うん、やっぱ黒が一番いいわ。 T シャツ C はちなみにワンオクロックって書いて、ラグジュアリーディズイズと、結構激しめなデザイン、すごいロック感の感じる T シャツですね。で、黒、赤、白と、この色が揃ったら間違いない。これやっている。そして皆さんお待ちかね、 T シャツ D ハート T シャツ。僕はハーティーって言ってるんですけど、この T シャツの転売ヤーが現れたくらいすごい人気でした。ちなみにこの T シャツは会場で購入することはできませんでしたので、ネットでの購入です。あ、転売ヤーから買ってないよ。確かに二次販売みたいなので購入することができた。確か僕その時ね、チョンちゃんとモンハンのメダルゲームやってたんですよ。で、その日はパーティーの二次販売選考の日で、販売されることは知ってたんですよ。知ってたんですけど、モンハンのメダルゲーム調子良すぎてジャックポット発生しちゃって、オンラインの販売サイトに入るのを出遅れたんですよ。全然繋がんない。僕の携帯は使い物にならなかったですね。でもチョムちゃん諦めなかった。回線繋がったよって急に言ってきて、マジで、じゃあ L 購入して、わかった、急いで購入する。で、チョムちゃんはハーティーを2枚購入することができました。だけど、なんで XL を購入した？相当でかいわけ。ほんとね、デザインが公開されてから、この T シャツは絶対売れるだろうって思ってました。やっぱり案の定売れましたね。なんだろう、こう普段でも可愛く着れる、そういった T シャツです。なんかこう今までのワンオク感もありつつ、今までにない新鮮さもありつつみたいな、絶妙なラインでかっこいい。そして T シャツは終わりまして、次はロングスリーブ T シャツになります。こちらですね。これね、実際いつだったかな、大阪公演で来ましたね。このロング T の下に Y シャツを着て、でこれを着て、で襟を出すっていう感じの、写真の通りなんですけど、こういう風な感じで着てる人周りにあんまいなかったんで、なんか良かったです。この裏が赤黒白っていう、いわゆる完璧な色って言われてます。誰がワンオクロック、ラグジュアリーディズイズ、まあ変わんないですね。続いてコーチジャケット、これもね、なかなか人気でしたよ。ワンオクグッズの中では高い方で、なんかアンビションズの時の MA1 を思い出しますね。名古屋公演とか大阪公演、1月2月ですごい寒かった時期で、これには本当に助けられた。このボタンを全部外してるスタイルの人が多かったですね。僕は全部閉めちゃうタイプなんですけど、まあ、ここを全部閉めると会場のスタッフだと勘違いされると思うんですが、もう僕じゃないかっこいい人が着こなすと、まあ、かっこいいんでしょうね。黒と白だけのコントラストでやってきましたっていう感じで、シンプルでかっこいい。続いて、プルオーバーパーカー。こんな感じ。あ、このパーカーって表面なんもないんだ。フロントポケットがついていて、裏面が海外版のアルバムのジャケットのデザインに、ラグジュアリーディズイズ、会場名、日付と。すごいシンプルなんだけど、これ7500円するという。もう今夏が終わったらもうこれも着れますから、いいんじゃないでしょうか。今年の冬のために大事に取っておきたいと思います。続いてはですね、マフラータオル。まだ使ってないんですよ。マフラータオルな、こう普段使うことはないんですけど、やっぱこう実際手に取ってみると、
洗車とかするときに使いたいなっていうすごい今思っちゃった。今回のマフラータオルのデザインじゃなくて過去のマフラータオルを持ってきたりとか、それだけマフラータオルってライブ必需品ですけど僕は使ってません。こんな感じでワンオクロクと OK のところが赤、そしてマフラータオル2種類あるんですが、もう1種類かわいいな。会場を見てみると、こっちはですね、老若男女、こっちは若い人が持ってる人多かったね。特に女子は多かった。そしてキャンバストートバッグ、これはね絶対購入した方がいい。何にでも使えるもん。これね、内ポケがあればもうこれ会社に持っていく。ない。デザインは至ってシンプル、こんな感じです。割と生地はね薄いですね。で、通気性もなさそう。1800円なんでお手頃価格です。ちょっとしたものを入れてお出かけするみたいな感じでは結構優秀。そしてキャンバストートバッグはブラックとナチュラルっていう色がありまして、そのナチュラルの方は母親が持ってます。そして次からは小物系です。これがねミニポーチとなってます。ミニポーチかわいいな。これちっちゃ。これ何に使うの？ AirPods 入るって言われてるけどどうなんでしょうか。入りました。割と余裕。これいいじゃん。でも AirPods は普通にこれで持っていきます。内ポケットあるし、あ、いいな。これ水筒入れて会社に持ってこう。続いてタンブラー2種類。タンブラーもすごい人気でした。で、その中でも黒の方が人気。タンブラーブラック。容量としてはまあちょうどいいっちゃちょうどいい。450ml。でも僕がいつも使ってんのがこのドデカマン。チョムちゃんね、すごい愛用してるこれ。続いて、シルバー。まあザ・タンブラーって感じだよね。このシルバーの方。僕はね、割とこのシルバーの方が好きかも。あ、いいね。飲み口のところが若干分厚い。飲み物の味って結構ここで変わるんだよね。続いてはジェットストリーム。開けたくねー。グッズ系ってもう未開封のまま取っておきたいっていうのありますよね。綺麗な状態を保っておきたい。表にワンオクロックって書いてあって、ここにジェットストリーム。すごいなこれ。本当にコラボじゃん。あ、ガード硬いわ。これはなかなか簡単に許してくれそうな子ではないな。こんな感じでワンオクロックとここに書いてあって、裏がねラグジュアリーディジーズって書いてありますね。で、それの赤バージョンも出てますね。僕は黒の方が好きです。続いてメタルプレートキーホルダーですね。これねすっごいなんかちょっとずっしりしてる。ちゃんとねプチプチに入っててワンオクの優しさを感じますね。こんな感じで、あーいいっすね。これをどう使うかが問題なんだよな。そしてラスト、ラバーバンド。今までいろんなライブのラバーバンド購入してきましたけど、今までで一番臭い。なんか昔を思い出す。デザインはやっぱね他のグッズとなんか似てる。ワンオクロックラグジュアリーディズイズって書いてあって、裏面もねこれしっかりデザインされてる。こんな感じでグッジョブ。対してもう一つの方は赤。デザインは一緒です。裏面もしっかりあって臭い。以上でラグジュアリーディズイズのグッズ全20種類開封していきました。ささっと紹介していきましたけれども、やっぱ20種類もあるから結構なボリュームだし時間かかりました。そしてラグジュアリーディズイズのライブ会場に行くと、やっぱねワンオクロックとモンスターコラボしてるっていうこともあって、そこではそのモンスターとワンオクロックのコラボしたなんか画像みたいなところで写真を撮れたりだとか、あとはねガラガラ回してこういうのをゲットしたりだとか、あとは会場でステッカーもらえたり。このラバーバンドは当たり枠っぽいですね。あとは会場でラグジュアリーディズイズを購入すると限定ステッカーがもらえたりとか、まあ、そういうのもやってました。もうすでに持ってんのに騙されて、いや騙されてる。これまた懐かしいねこれね。セブンイレブンでモンスター購入するとステッカーもらえるみたいなキャンペーンやってましたけど、これ誰かもらってくんない？で、ラグジュアリーディズイズのライブは名古屋、福岡、大阪、この3公演参戦させていただきました。まあ、その音響設備が近いっていうのもあったんですが、ドームの中では福岡ペイペイドームが一番良かった。で、これまた大阪も一番席が近くてびっくりした。それもさ一番前だったし。で、その後ろにいた人が海外の方で、その方ねすごいテンション上がってて、1曲目ワンダーでオープニングの時からすごい後ろ湧いてた。ファーッ！すごいリストバンドね取りやすいんでしょうね。上で振り回したその反動でリストバンド飛んで僕の後頭部にブッ。で、タカライブ中に楽しんでますかって言うじゃないですか。で、後ろの方が NOW って言うんです。え？そしてビギニングが始まった時ですよ。で、そこでまあステンダーステンダーって言ってオーディエンス含んで歌うところあるじゃないですか。で、ステンダーステンダー
Just wanna keep a wanna wake up, wake up って言うんですけど、最初のオーディエンス、stand up, stand up ってちゃんと言ってたんですよ、後ろの方ね。で、2回目は wake up, wake up なのに、shut up, shut up って言ってるの。嘘？うん、なんかいろいろびっくりした。いや、もしかしたらその後ろの方、ワンオクのアンチの方なのかなって思ってたんですけど、最後、本当に最高。ワンオク最高。いやー、ずっとね、このラグジュアリーディジーズジャパンツアーのこの話、話したかったんですよ。皆さんもコメント欄にライブであった面白い出来事を教えてください。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもよろしくお願いします。概要欄にインスタ、X、TikTok の URL 貼ってありますので、そこから飛んでいただいてフォローの方よろしくお願いします。ビビ。